21世紀夢のゴンドラ旅チャンネル、今日はシンガーソングライターのトシさんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりにお邪魔させていただきます。はい、シンガーソングライターをまあ最初に目指したのはいくつぐらいからですかね。最初になりたいと思ったのは、高校の1年生の時に、文化祭で弾き語りで、有志ライブっていうのに出たんですけど、それをやった時に、その時はカバーで井上陽水さんの歌とかやったんですが、割とその時にちょっと人気が出たので、いけるんじゃねとか思ってシンガーソングライターになりたいと思いましたけど、自分で歌が作れなかったので一旦諦めました。その一旦は諦めたね。その時はギターでやったんですか。ギターです。ギター弾き語りで。じゃあかなり若い時にギターを覚えましたね。そうですね、高校1年生だから本当はね、中学の2年か3年ぐらいからギターはやりたいと思ったんですよ。その時にやりたいと思った。すごい上手い友達がいたんで。だけどその頃って、50年近い前なんですけどギターを弾くと不良になるからダメだって言われて、で買ってもらえなかった。でも私の代とかなり離れていますけど、私の代はギターが弾ける男の人っていうのは割と女性からモテるとかいう風な話があって、ハルジさんの若い頃からそうだったんですか。そうですよ。だけど私はだからギターだけは持ってたんですよ。だけどその弾けるようにはならなかったけども、私が約18歳僕よりも年上ですね。いらっしゃるので、僕が生まれた時も18歳ですよね。だからビートルズってもっと後ですよね。そうそうそう、後です。だから私は大学卒業した時に初めてギター買うお金をやっと貯めて買ったんですよ。その頃まだフォークソングってないでしょ。なんか知らないけどギター持ってるだけでみんな弾ける人がいて、めったにいないもんだから、教わりに行くほどお金がなかったので適当にやってたんだけど、そっか、だからハルジさんの10歳一世代後の人たちはフォーク世代で、そうみんながギター弾けたんですよ。でもね、きっとね、でビートルズのあれでもってかなりこう火がついたと思うよね。バンドが始まって、それを僕は、そのもう一つ世代後なので、ビートルズはなんとなくは知ってましたけど、10歳、8歳年上のおじさんの世代だったんですよ、その貧乏の時代がね。それを僕は横目に見ながら、で、フォークソングが随分市民権を得てから僕は高校生になりました。井上陽水とかの頃なので、フォークゲリラとかのちょっと後です。だから学生運動がもう収まってないわ。収まってないよね。収まった頃ですよ、僕高校の頃は。東大の、時計台のあるところ、もうずっと後です。それはかなり後ですよね。浅間事件の後ですよね。だから高校に入った時はもう、そうね、浅間山荘もな、もう終わってたんじゃないですか。終わってないでしょ。ちょうど高校の時だ。高校の時に、なんか学校で僕、学校のその行動の舞台の上で、先生とテレビ見てた記憶がありますよ。浅間山荘の事件、きれいことになっとるとかつってそんな記憶がありますね。でも、ちょうどそのフォークのすごいブームの頃ですね。陽水、さだまさし、さだまさしさんはグレープという時代だったんですね。あと拓郎とか、その辺の、その、トシさんの聞いてると、さだまさし的な歌い方を感じるんですよね。でそれもちょっと似てるなと。歌ってるわけじゃないですけどね。なんかその聞いてると、そのさだまさしのフォークの感じがこう、そうですね。あるんですよね。当時、僕が高校生1年の頃のフォークの世界だと、拓郎とか、吉田拓郎とか、泉谷茂さんとか、結構この主張派の、グループと、かなり個性のあるあれなんで、グループと井上陽水さんとか、かぐや姫とか、
ちょっと軟弱と言われた、うん、日和見と言われた、うん、派閥と2グループあったんですよ、うんうん、僕はその軟弱な方に行っちゃったんで、歌い方としてはソフトな歌い方、ね、そうね、ソフトで聴いててとってもいいですよね。もう私なんかはそっちが好きだね。あ、そうです、うん、で、そうすると、うん、もうすでに大学に行くときはもう自分の進路はある程度そういうふうに決めた。それがですね、うん、シンガーソングライターになりたいと思った後に役者になりたいと思っちゃった。演劇部だったんで、あ、で高校の2年の時に、まあ演劇部でもそれ全国大会ってあるっていうのは変な話なんですけど、はいはいはい、競い合うんですよ、うん、で全国大会の一つ手前の僕愛知県だったんで中部地区大会まで行ったんですよ、うん、代表で、愛知県の代表でね、うん、岡山じゃなかったんだ。あ、それはあの2004年からなんで。そうかそうか。生まれも育ちも愛知県なんですよ、一宮市っていうところで、でその僕の行ってた学校は、まあ、演劇はそんなに盛んではなかったんですが、たまたま生徒指導部長の先生が演劇部の顧問だったんですよ、うん、でちゃんとその方は戯曲も書くので、うん、オリジナルの脚本でそういう大会に出てたんですよ、うん、で中部地区大会まで行った時に時代劇だったんですけど、うん、主役で出たんですね、うん、そしたらその全国大会には、まあ、まあ行けなかったんですけど、うん、その書評がこう、書評っていうか 評価がこう審査員の中でこう出てくるんですけど、うん、プロの演出家の先生、名前忘れちゃったんですけど、名指しで褒められたんですよ。一宮西高校の何役だったかちょっと忘れてた役の小島君とその父親役の脇田君のこの2人は高校演劇を逸脱した演技力だ、うん、おすごいじゃない。そんなこと言われたら役者ならおもちゃでしょ。金に登っちゃうじゃないですか。見事に受けたんですか。見事に金に登っちゃって、うん、よし役者になるんだと思って、木の上よりも空の方まで登っちゃう感じだよね。それで、うん、まあ東京の大学に出てきて、うん、役者になろうと思ったんですが、うん、ちょっといろいろ家庭の事情ができちゃって、うん、長男だから帰らなきゃいけないなっていうことで役者になる道を諦めたんですよ。だから高校の2年の時にシンガーソングライターになる道を諦めて、うん、で大学の2年の時に役者になる道を諦めてたんですが、うんうん、なんかそのまあその後のこう流れの人生の流れの中で、うんうん、ディジュリデューという楽器と35の時に東京で、うん、まあ、日豪文化交流協会の事務局次長というのを頼まれてやった時に、うん、日豪文化だからオーストラリアの、はい、当時の慶応の学生さんでオーストラリアに留学してて、うん、ディジュリデューが吹けるようになったという人がディジュリデュー持ってきて吹いて、うん、なんじゃこりゃってすごく興味を持ったんですが、その時僕一つの音が出せなかったんで、うん、吹けなかったんですよ。そうですか。音が出ない、スカスカで、なんだこれって唇震わすようわからんとかつってできなかった、うん、けど音に魅了されていたので CD 買って聴きまくってたんですよ、うん、でその4年後、まあ、39の時に、うん、まあ、思うことあって東京から愛知に帰ったんですね。はい、でそしたら急に吹きたくなっちゃってディジュリデュー吹き始めたら、うん、なんかダンサーがバックで吹いてくれのどのこうの言ってる間にライブをし始めたんですよ、うん、でライブをするのにディジュリデューだけで1時間半とかちょっと僕持たせられないんで、うん、歌っちゃえっつって、うん、でさだまさしとか、うん、ギター弾き語りで歌って、うん、まあ、カバー曲を歌いながらライブやってって、うん、でも自分の曲が作れないから、うん、どうしようかなと思ってた時にそのフォークギターって結構大きいので、うん、ディジュリドゥ担いでフォークギターを持って、うん、で一番でっかいスーツケースに他の楽器詰めて、うん、こう電車で移動してたんですよ、はい、しゃあ雨降っても傘させないし、うん、だからちっちゃいギターが必要だと思って、はいはい、それで楽器屋さん行ってみたらヤマハがギタレレっていうウクレレサイズの6弦のギターを出してた。ナイロンの弦、ないな、はい、1万円そこそこのちっちゃいギターがあって、はい、これは持ち歩くのに便利だと思って、はいはい、でちょっと買ってみようと、まあ、1万円だから失敗しても高々知れてるわと思って、うん、で買ってコロコロっと弾いていたら自分の歌が作れる、うわーっと出てきた。それであ、シンガーソングライターになっちゃったっていうのは40過ぎてからです。だから20、高校2年の時に諦めた、うん、シンガーソングライターに
40過ぎてから気がついたら、うん、なってますよ、うんうん、でも考えてみると素質があるからだろうけども諦めたものをそこでまたプロとしてそしてまたこの間はそう役者もやったじゃないですか。去年の3月ね、うん、舞台役者、うん、その前に僕実は31の時かな、うん、そうだね、1990年に劇場公開したから32の時に、はい、映画を全国7大都市で劇場公開した映画を、うん、プロデューサーとして作ったんですよ。プロデューサーとしてね、はい、井筒和樹監督で、うんうん、宇宙の法則っていうタイトルですけど、当時大映映画、うん、映画の大映が配給をしてくれて、うん、東方系の劇場を全国7大都市で劇場公開したんですが、うん、それでまあ会社潰しちゃってその後東京へ出てきたんですけど、うん、広告代理をやってたんですけど、そうそうそう、その映画の方の役者は実はその時に映画プロデューサーという肩書きがあるから偉いんですよ、うん、偉いね、うん、プロデューサーっていうのはね、お偉いさんを使えたらね、あの監督にね、うん、使えよ俺をはとかって、で出たいんですか、出たいとかつってちょい役でちょこちょこと映像の役者はちょっとやったんです、やったのね、プロデューサー兼あれなんだってね、スターで出てたわけですね、うん、スターじゃないけどアクターですね、アクターでね、うん、ただプロデューサーやりながらアクターするとですね、うん、お金の計算をしながらやっぱ自分が演じてるから、うんうん、自分のせいで何回かこう時間を割くことができないんですよ、フィルムを無駄回しさせるから、そうなるとやっぱ俺役者やっちゃうかもなって思って役者に没頭できないから俺はあかんと思って、まあ3、4本出たけどすぐやめちゃった。中島ひろとっていう芸名でちょっといくつか作品は出たんですけど、まあまああとはやっぱ、まあ、プロデュース側に回って、あとはバラエティのディレクターとかもちょっとやってましたけど、うん、その時はだから音楽はやってないですよね、うん、あのその映画の時に何か有名な、うん、私らでも知ってるようなあの役者さん、役者さんって言ってましたよ、 ね、はい、主演が古谷雅人さん、亡くなっちゃいましたけど、うん、長塚京三、竹中直人、柄本明、三木のり平、あ、最近亡くなった3月14日に亡くなったのかな、寺田みのりさんとか、あと女優さんは馬淵春子さんとか、うん、横山めぐみとか、直木春子さん知ってるわ、あと芦川よしみちゃんとかね、うん、その辺、あと時田不二雄さんとか、うん、はそうそうたるね、そういう人たちを揃えて映画作ったらものすごい金かかったで、それはでもね、井筒監督が結構やっぱ力が終わりになったので、うん、井筒さんのちょっとしばらく映画を撮られてなかった時だったんですよ、はい、で復帰第一弾みたいな形で、うん、井筒さんが結構力入れてキャスティングして、うん、で予算少ないからちょっと安いギャラでお願いねっつってお願いしてくれて、うん、通常当時の普通の映画だとだいたい1億2億が制作費だったんですよ、うん、ね、うん、それを僕はまあ8000万でやれたのは、うん、井筒さんがまあキャスティング費とかを結構抑えてくれたのと、うん、井筒さん自体が俺はノーギャラでいいっつって、あの要は地方の若き青年実業家が地域活性化のために作った映画っていう触れ込みで作ったんで、資材を投げ打ってっていう、うん、そうか、それでそこのところで苦労されたわけですね。それまあお金の苦労だけですけどね、うん、でもお金の苦労って結構苦労っていうのはお金の苦労が一番こうつきものだよね、うん、でもね、でもね、僕病気したことないんですよ、うんうん、まあ、健康であればね、うん、なんとかなります、うん、まあそういうふうに心が切り替えられれば大したもんだ、うん、うん、そうですね、だからそうだな、役者の道を諦めた大学2年の時もそうですね、なんか身長が足りないとか入りたい劇団で言われたり、はい、まあ家庭の事情で帰らざるを得なくなったけど、うん、諦めるっていうのが嫌だったんで、うん、考え方を変えたんですよ、うん、だからなんで役者になりたいかと思った時に、うん、人を楽しませたいんだ、うん、で人を楽しませたいんだ、だから役者になるという道を選んでいるんだ、
役者っていうのはある意味職業じゃないですか、うん、そうやって自己表現の一手段ですよね、うんうん、じゃあ手段は他にないのか、役者という形以外にね、うんうん、でその時僕池袋のパブで、あの、何ですかね、ショーパブみたいなところでバイトしてて、うんうん、人気ナンバーワンだったんですよいろいろパブでバイトしてて、どういうバイトしてたんですか？ピンクレディー全盛の頃で、うん、ピンクレディーの踊りを踊ったり、うん、歌を歌ったり、ああの DJ やったり、DJ やったり、あ、ウエーターもやってましたよ。ウエーターやりながらね、うん、学生のバイトがみんないろいろ企画をして、うん、100席ぐらいのパブなんですけど、いろいろショーをするんですよ、うん、それの企画をしたり、実際やったりして、うん、結構人気ナンバーワンだったんですよ。へー、それでもうすでに人を楽しませてるじゃないか、うんうん、それで僕は大学を出たら突然ライブとか突然一人芝居をする、僕はお酒飲めないからパブはできないので、うん、喫茶店をやろうって、うん、それで喫茶店経営の勉強をバイトでしながら、うん、大学出たらすぐやるつもりだったけれども、うん、まあいろいろホテルの副支配人とかいろんな方が、うん、そのバイトでやるのとね、本当に社会出てからやるのと違うから、うん、一旦就職してみたらと、うん、ホテルとか、まあ、そういうところに、うん、で一旦就職した。でいろいろ修行をして29歳で会社を起こして喫茶と輸入雑貨の小売のお店をやり続けて、うん、で地域活性化のために映画作りたいって言って30で映画作っちゃったんです、31で、うん、意外とその今はシンガーソングライターとして落ち着いた仕事やってるけど、その間にはこうかなりちょっと波乱万丈なところがあったわけですね。まあ、今も波乱万丈ですけど、うん、そうですね、いろいろやってきました。ね、ホテル前だったり、まあ、表現活動は自分でやるとともに経営も、要するに自分で事業もやってきた、そうですね、ということですよね、はい、それで、まあ人生をある意味では謳歌してると思うんですけど、そうですね、うん、で、まあその、うん、今はだいたいその落ち着いたところは落ち着いちゃうシンガーソングライターというか、あのディズップをやってらっしゃいますよね、はい、結構ね、これもオーストラリアで、どれくらいやったんですか？いや、オーストラリアには僕は旅で旅行で3回ぐらいしか行ったことなくて、うん、だ全部日本で、いや日本で全部あるとこ、あ、まあ、あら40からやってますか、26年になりますね、リジュリー・ドゥ・ネーソー、健康法にしてからは12年ですかね。あ、まあ、それの方では、いろいろなデータを取ったりなんだろうことをやってね、はい、うん、そういうことまでやられてるから、すごいなと思いますけども。それもね、うん、エビデンス取れたのは、うん、岡山にいるときに、まあ、音楽を通して友達になった人が、うん、川崎芸大学の教授だったんですよ、うん、衛生学。うん、でそう、衛生学っていうのは幅広いので、うん、いろんなことの検証をしてて、うん、なんかその大月先生っていうんですけど、うん、大月先生はなんか住宅のなんか住環境と健康についての論文も頼まれて書いたことがあるんだっていうから、うん、じゃあデジュッポ原稿研究してよって言ったら、うん、最初は「って無理だよ」とかって言ってたんだけど、うん、3時間説得してやってもらったんです、うん、でもエビデンスをやったおかげでいろいろなそこからそのエビデンスがあるって、そうですね、エビデンスがあるっていうところまでこう、うん、出してる、あ、やっぱり素人じゃできないことじゃないですか。そうですよね、うん、だからいくらディズッポの扱いはトシさんが上手でも、それがどういうその人間効果があるっていうところはやっぱりそういう専門家じゃないと出せないから、そうですね、だからそこにつなげたっていうところがね、すごいなと。おかげさまで、うん、ドクターとかすごい友達多いですよ、うん、全国に。だからそういう人脈っていうものもまあね、そうですね、こうそうしてるんだと思いますけど、ね、まあ今もすごい66ですよね。66です、はい、で、あちこちこう飛び跳ねながら飛び跳ねながら活躍されておりますけども、ね、うん、大いにこれからもご活躍期待しておりますので、まあ、元気な先輩がおられるので、後輩ですからね法政大学で、
なかなかあのトシさんが発信してるやつをなるべく聞くようにしておりますけどもありがとうございます。いやいやで、まあ、これからもじゃあご活躍を、はい、期待しておりますのでよろしくお願いします。人生は旅ですからね、うん、人生は旅ですから旅を楽しみましょう、はいうん、楽しんでおります。長いこと時間取っていただきまして、いえいえ誠にありがとうございました。今日はトシさんでした。ありがとうございました。片品村住民の将来とそれから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は完璧な人生をですね、豊かにする最高の選択ではないでしょうかね。星野さんがステージを終わられてやってらっしゃいました。私はこの2つの夢が実現することを期待して、そして今宣伝させていただきます。片品村のあの宣伝をしていただきまして原田大二郎ということでございます。どうもおめでとうございます。